週間ぶりの福知山駅、全然懐かしくもなんともないですけど、大丈夫かな。今ずっとデータ取ってたんですけど、最後の最後に今バッテリーのところの外れちゃってエラー給油をしちゃったんで、取れてるかな。僕は取れてなかったら結構ショックだろう。うわ、さあとりあえずここはまあもう2週間前でもやりましたけど、まあもう一回ね。これはちょっと紅茶違いますね。ターミナルね、やっていきましょうね。さあただだよな、問題はそのまますぐに折り返していくっていう手もあるんですよ。12時53分、まあ、でも確かに、でそうするとちょうど網野に行くんでいいっちゃいいんですけど、さすがにさあさすがにね、それじゃあね面白くないもんな。というか豊岡に来ねえもんな、雨のまでじゃ。さあさあ、って見てましたもう2週間前に見たからね、ここら辺はね。福知山はもうまた来ちゃったよって感じでございますからね。さあ問題こっからですよね。でね、まあ折り返していけばね、もちろん振り切っても切れないですけど、もうね、十分持ち越しましたからね。豊岡まではね、じゃあちょっと別ルートで行こうやないかってことでね。よいしょ。ってことで、福知山からは、和田山豊岡方面。そういうのでね、行ったればいいんちゃうかな。そこまで行けばいいな。で、あれか、切符がか、豊岡は、あ、使えるのか、900ドル。結構いい値段ですね、990円。まあまあそこ払えてるか。うん。そうか、そうか。よし。さあ。どうしようかな。福知山のこんなとこなんだ。豊岡まで行く。豊岡まで買って行くのも手ですけどね。この辺りも慣れた方向で。あ、あ、そうですか。快速であるあるね。もうね、参院選で行きましょう。13時5分で、ね、もう5分後ぐらいに出るんですけどね、ちょっとトラブル起こってね、ビデオカメラがどうも熱暴走であかんくなっちゃったみたいで、ひとまずスマホの方を撮ってみようと思います。いや参ったな、相当暑いですかね。地味に酷使してましたからね、ずっと動かして。ひとまずで入ってくる。もうだって本コース内でもこんな手ですからね。あ、何番乗り場や、3番乗り場やね。3番はこっちか。もういるな。よし、先に足立てから出てきましたけど、いや参ったな、相当暑いですからね。でずっと動かしてたのもあるでしょうね、日向でね。向こうから来たのはその上かな、かな。で城崎温泉駅でね、これで豊川まで行っちゃえばいいということみたいですね。よし、